5月16日、大田区役所で新区長の就任記者会見が行われました。鈴木昭正大田区長は品川区出身の64歳。大田区議会議員、東京都議会議員を経て大田区長選挙に立候補し、見事初当選を果たしました。会見でははじめに鈴木大田区長から就任挨拶がありました。大田区は松原区長のもと4期16年にわたり先進的な羽田空港跡地のまちづくりや産業振興とともに福祉施設の充実にも取り組み、健全な財政運営を両立させ地域力、国際都市大田を着実に進めてまいりました。私は松原区政を継承しつつ、常に区民の皆様の生の声をお聞きして活動してきた経験を最大限に生かして、新しい時代に合った大田区政の新しい扉を開いて発展させていきたいと思っております。挨拶の後、令和5年度大田区補正予算案について、物価高騰対策やポストコロナを見据えたにぎわい事業、子育て支援などに触れ、実現に向けて意欲を見せました。地域経済を活性させ、これまで以上に利便性が高く暮らしやすい魅力的な大田の町へ生まれ変わることを目指しております。新空港線など松原前区長の政策を引き継いだ鈴木新区長、今後のまちづくり事業を含めた新たな大田区政が始まります。